ジャズシンガーのあるジョルソン・ブラックフェイスは、黒人以外の演者が黒人を演じるために施す、舞台化粧、それに起因する演者及び演目。19世紀に流行し、プランテーションのハッピー、ゴーラッキーダーキー、のんきな黒人。ダーキーは、別称、ダンディクーンなど、人種的ステレオタイプを広める結果となった。1848年までに、ブラックフェイスのミンストショーが全米で流行し、 オペラなどのフォーマルな作品を作り変えて一般に流行させた。20世紀初頭、ブラックフェイスはミンストレル賞の枠から外れて独自のスタイルとなったが、1960年代、アフリカ系アメリカ人公民権運動により終焉した。1900年、ウィリアム・エイチ・ウエストによるミンストレル賞のポスター、白人から黒人への変身を売り物にしていた。 ストロブリッジリトグラフ社の出版。1830年頃から約100年、アメリカの劇場において、ブラックフェイスは重要な伝統的演目であった。すぐに流行は広まり、イギリスでは1978年まで続いた、ザ・ブラックホワイト・ミンストレル賞。1976年と1981年の、アイユー・ビーイング・サーブドの、 クリスマススペシャルが放送されるなど、アメリカより長続きした。アメリカでも、イギリスでもブラックフェイスは、ミンストレル賞において最もよく用いられていた。白人俳優は初期には焼きコルク後期には、動乱や靴摘みで顔を黒く塗り、唇を誇張し、また縮れたカツラ、手袋、塩美服あるいは、ボロ服を着用することもあった。後に、 黒人俳優もブラックフェイスで演じることもあった。ブラックフェイスミンストレルのストックキャラクターを具象化したステレオタイプは人種的イメージ、行動、感覚を世界中に植え付けただけでなく黒人文化の人気に拍車をかけた。現在、ブラックフェイスのカリカチュアは議論を引き起こす。一方で、ブラックフェイスは単に自分と違う性別、身分、人種を表す。 異性層と同義だという意見もある。20世紀半ばまでに人種及び人種差別に対する考え方が変わっていき、ブラックフェイスによる演目はなくなっていった。現在では演目上必要な時に限り、また社会的主張や風刺にのみ使用される。ブラックフェイスの高級的影響は良くも悪くも、アフリカ系アメリカ人文化を世界に広めるきっかけとなったこととされる。 ブラックフェイスはアフリカ系アメリカ文化の登用、作手、動画の先駆けともなり、無数に派生して、世界のポピュラーカルチャーの一部となっている。1878年、オセロのアメリカ人俳優ジョン・マカロー・ブラックフェイスの起源ははっきりしていない。文化コメンテーターのジョン・ストラスボーは遅くとも、 西アフリカ人がポルトガルに連れて行かれた1441年頃から伝統的に白人の観客の楽しみ及び啓蒙のため黒さを表現していたと語った。白人たちはエリザベス朝やジャコビアン時代のイギリスルネサンス演劇でオセロなどで黒人登場人物を演じていた。しかしオセロなどこの時代の演劇では黒人の音楽や行動などの模倣や誇張はなかったと。 される。1769年5月29日、ニューヨークのジョン・ストリート劇場で、アメリカン・カンパニーで、ブラックフェイスの白人俳優として有名であったルイス・ハラム・ジュニアが、イギリスのオペラ、ザ・パッドロックの酔っ払いの黒人マンゴー役を演じて、ブラックフェイスの原型となった。この演技は好評で、他の役者たちもこのスタイルを取り入れるようになった。 遅くとも1810年代にはアメリカでブラックフェイス同化シが人気となった。1822年から1823年、イギリス人俳優チャールズ・マシューズは全米ツアー公演を行い、次の公演、A トリップツアメリカに黒人キャラクターを加え、奴隷の歌、パッサムアップ、英語ムツリーを歌った。1823年、エドウィン・フォレストは、 プランテーションの黒人を演じ、1828年には、ジョージ・ワシントン・リクソンが、ブラックフェイスでのキャリアを確立していた。しかし1828年、他の白人コメディ俳優トーマス・リー・ライスが、ブラックフェイスで、ジャンプ・ジム・クロウを踊りながら歌い人気が爆発し、1832年までに、スターダムにのし上がった。1908年頃の白人による、ミンストレル劇団の絵はがき、 カツラを装着し、左はブラックフェイスで微性装をしているライスは、ダディジムクロウという芸名で全米をツアー公演した。レコンストラクション後、人種差別の撤廃を示す、ジムクロウ法に名付けられた。1830年代から1840年代、初頭、ブラックフェイスは、スケッチコメディとコミックソング、そして激しいダンスをミックスして演じていた。 当初ライスとその同僚たちは暗劇場でのみ演じていたが、ブラックフェイスの人気が上がると、上流階級が出入りするような劇場での出演が増えていった。ブラックフェイスのキャラクターのステレオタイプは、おどけていて、怠け者で、迷信深く、臆病で、公職であり、泥棒で、病的に嘘つきで、英語が下手である。初期のブラックフェイスのミンストはて男性だったため、異性 黒人女性を演じて、黒デスクに男らしく魅力がなく、典型的南部のマミータイプか、性的にとても挑発的な演技をしていた。1830年代のアメリカの舞台で、ブラックフェイスの人気が上がり、賢いヤンキーと伝説的開拓者のステレオタイプがコミカルに演じられた。19世紀後期から20世紀初頭、アメリカとイギリスの舞台は繁盛し続け、豪欲な、 ユダヤ人、酔っ払いで、喧嘩早いおべっかいのアイルランド人、油まみれのイタリア人、面白みのないドイツ人、騙されやすい仲者など、主に民族的ステレオタイプがコミカルに演じられていた。1830年代及び1840年代、初頭、ブラックフェイスの俳優たちは、ソロ、デュオ、時々トリオで演じていた。 後にブラックフェイス・ミンストレルとして性格付けられる巡洋公演はミンストレル賞としてのみ演じられた。1843年、ニューヨークでダン・エメット及びバージニア・ミンストレルズは斬新さや上流のステータスを排除し本格的なブラックフェイス演劇を上演した。同時期、ニューヨーク州バッファローで E.P. クリスティが行った公演の方が早いとする説もある。エメットらは 半円形のオーケストラピットに演奏家たちを座らせ、ダンバリン奏者を片側に、ボーンズ奏者を逆側に配置し、前座として演じていたがすぐに三幕ものの一幕目となった。1852年までにブラックフェイスのスケッチコメディは一幕ものの衝撃に拡大し、たまに三幕ものの鳥となる三幕目に登場した。この頃、アメリカ合衆国北部の作曲家、スティーブン・フォスターは、 ブラックフェイスのミンストレル賞で活躍した。歌詞は方言で書かれ、現在のスタンダードとなっているポリティカルコレクトネスから大幅に外れていたが、彼の後期の曲は、長笑や露骨で差別的なカリカチュアはなくなりたの、ジャンルの曲の手本となった。ホスターの曲は、奴隷や南部をテーマにすることが多く、その甘いセンチメンタルな曲調は現代人の心にも響かせる。 白人によるミンストレルショーは白人役者が黒人になりすますことを特徴としており、ブラックミュージックを演奏し黒人英語の真似で話した。1890年代までミンストレルショーはアメリカのショービジネスの主流であり、イギリスやヨーロッパの他の地域でも大人気であった。ミンストレルショーの勢いが下降するとブラックフェイスは原点回帰しボードビルの一部となっていった。 遅くとも1930年代には映画に登場するようになり、1950年代にはラジオ番組 AMOS N.Andy に登場して耳のブラックフェイスと呼ばれるようになった。また遅くとも1950年代にはアマチュアのブラックフェイスミンストレルショーの人気が続いていた。1950年代イギリスにおいて人気だったブラックフェイスは カンブリア出身のリカルド・ウォーリーで猿のビルボを連れて、イングランド北部を巡業していた。その結果、黒人に対する偏見を作り上げるのに、重要な役割となった。社会派コメンテーターの中には、ブラックフェイスは、白人の未知の恐れの裁け口、人種や支配についての感情や恐れを表現する、方法となったという意見もある。ラブセフト、ブラックフイス・ミンストロール・シーザ。 アメリカンワーキングクラスの中でエリック・ロットは黒い仮面は侮辱や脅迫そして人間に対する恐れを表現できる。それと同時にそれらをコントロールすることもできると記した。しかし少なくとも最初はブラックフェイスは社会的に封じ込められていた反対勢力の声を届けることができた。早くも1832年には黒塗りのトーマス・ディ・ライスが 白人紳士たちよ、私の道に踏み込むな。もし私を侮辱するならやっつけると歌っていた。またライスは、ウィリアム・シェイクスピアのパロディで、私は黒人だが、白人は、兄弟と呼ぶと歌い、仮想白人と仮想黒人の観客が同等とみなされる機会でもあった。ミュージカル映画、ジャズシンガーで、ブラックフェイスをする歌手で俳優のアル・ジョルソン1930年代。 スー・オー・イナの知れた舞台や映画のエンターテイナーたちもブラックフェイスをしていた。映画でブラックフェイスをしていた白人は、アル・ジョルソン、エディ・カンター、ビング・クロスビー、フレッド・アステア、アイリーン・ダン、ミッキー・ルーニー、シャーリー・テンプル、ジュディ・ガーランド、チェスター・モリス、ボストン・ブラッキー・ランデブーのジョージ・イ・ストーンなどであった。1940年代には、ワーナー・ブラザース制作のの ミンストレル賞のシーン、サラトが本戦で、ハイチのメイド役のフローラ・ロブソンが、ブラックフェイスを使用した。映画例名期、黒人登場人物は白人により、ブラックフェイスで演じられていた。1903年、アンクルトムの小屋映画第一作目では主要な黒人役すべてが白人のブラックフェイスであった。1914年、アンクルトムは、 アフリカ系アメリカ人俳優サム・ルーカスが主演したが、白人のブラックフェイスがトップ C 役を演じた。D.W. グリフィス監督の映画、国民の創生では主要な黒人登場人物のすべてを白人がブラックフェイスで演じていた。しかし、映画の人種差別への反発により、ドラマティックな映画でのこの手法は終わった。その後、ブラックフェイスの白人は、 映画の中のボードビルやミンストレルのシーンのコメディや副アジツにのみ登場するようになった。しかし、以降何十年も同様にネイティブアメリカン、アジア人、アラブ人などが白人により演じられ続けた。1930年代終盤以降、人種に関する感覚が変わっていき、ブラックフェイスの人種差別や偏見との関係性が増大し、アメリカではブラックフェイスは ライブコメディでさえも、ほとんどなくなった。ただし突然なくなったわけではなく、ラジオ番組、エーモス・エヌ・ワンディの、耳のブラックフェイスは継続し、白人により、黒人のステレオタイプで、黒人登場人物が演じられ続けた。1950年代頃、アニメでは修正されずブラックフェイスが生き続けた。ストラスボーは1940年代の、 メトロゴールドウィン・ベイヤーのアニメの約3分の1は、ブラックフェイス、クーン、マミーが含まれていると語った。バックス・バニーでは遅くとも1953年のサムと共に去りぬまで、ブラックフェイスが登場していた。1910年、ミハイル・ホーキン振付のバレエのシェヘラザードがロシアで初演された。ニコライ・リムスキー・コルサコフの落としを元にしたバレエ作品である。 主要登場人物の女性、ズバイダは、金の奴隷から誘惑される。バーツラフ・ニジンスキーが初演した金の奴隷を演じる。ダンサーは、顔と体を茶色に塗る。これにより、奴隷というものは、肌の色が濃いとの認識を植え付けた。1912年終盤、フォーキンは、ペトルーシュカを振り付けた。生を受けた、ペトルーシュカ、バレリーナ、ムーアの3体の人形を中心としている。 初演時、アレクサンダー・オルロフにより初演された、ムーア役は完全なブラックフェイスであった。ムーアはココナッツを持って登場し、刀で裁こうとする。動きは、猿のようである。ムーアはバレリーナを誘惑し、ペトルーシカの首を残忍に切る。ペトルーシカ上演時、ムーア役は現在でも完全なブラックフェイス、または、ブルーフェイスで演じられる。バレエ界では、 ブラックフェイスは批判の対象とはなっていない。現在でもアメリカやヨーロッパのバレー界ではラ・バヤデール、オセロなどでブラックフェイスやブラウンフェイスがなされることがある。1860年代にジャパニーズ・トミーの芸名で活躍した黒人ミンストレルの草分けトーマス・ディルワード。芸名の由来は1860年にトミーの愛称で話題となった 万円元年県米施設の立石富二郎1910年、バート・ウィリアムズは唯一の黒人メンバーとしてジーグフリード・フォリーズに加入した。ブラックフェイスを施したウィリアムズの写真である。当時アフリカ系アメリカ人エンターテイナーで最高額の収入を得ていた。1840年まで黒人パフォーマーもブラックフェイスの舞台化粧で出演していた。フレデリック・ダグラスは ブラックフェイスを嫌悪し、ブラックフェイスのミンストレルに対し反対意見を述べた最初の一人とされ、人種差別と非難した。ダグラスは、どのような形であれ、有色人種を白人の観客の前に登場をさせれば、金になると語った。1860年代、黒人がミンストレル賞に出演するようになると、昇進正明正、本物と宣伝されることがあった。これらの、 カラードミンストレルは解放されて間もない元奴隷の人々から常々批判を受けていた。ただしこの宣伝には悪意もあり、白人の観客は熟練のパフォーマーではなく、動物園のような見せ物小屋のつもりで見に来ていた。低予算、小規模劇場が多いにもかかわらず、客受けは白人ミンストレル劇団と対等であった。百八十六年三月、全米で、 最も人気があったとされるブッカークレイトン・ジョージア・ミンストレルズは、批評家からの賞賛も得た。これらのカラード・ミンストレルは、北部の黒人の社会的主張とは違い、プランテーションなどをネタにし、ジョージア・ミンストレルズと呼ばれていた。打楽器を用いて、本物のブラックミュージックを演奏し、ポリリズムを取り入れた伝統的なダンスをし、それ以外の楽器を使用せず、手足を使って、 体を叩いたり足を踏み鳴らしてリズムを取り黒人のパフォーマーの方が優勢であった黒人のミンストレルで最も成功したものの一つはサムヘーグのスレイブトループオブジョージアミンストレルズでチャールズ・ヒックスが管理していたが最終的にチャールズ・カレンダーに引き継いだジョージアミンストレルズは全米及び海外にツアー公演し後にハバリーカラードミンストレルズとなった 1870年代中期、白人のブラックフェイスミンストレルはより豪華になり、黒人によるミンストレルと逆に黒人文化から遠ざかっていった。フィスク・ジュビリー・シンガーズなどのジュビリー・シンガーズの流行により、龍カなどの黒人音楽を白人の宗教音楽とすることに北部の白人が興味を示した。 複数のジュビリーシンガーズは、疑似ミンストレルとして売り込んで、ミンストレルの曲も演奏し、逆に、ブラックフェイスのミンストレルは成果を演奏し始め、その後南部の黒人宗教音楽に手を広げた。フィスクジュビリーシンガーズにより、ブラックフェイスと一線を画すため、また、宗教音楽であることを強調するために使用され、始めた、ジュビリーという単語は、数年のうちに黒人文化において、 ブランテーション以上の意味を持つようになった。ジュビリーシンガーズは白人市場に向け南部の黒人宗教音楽を宣伝させ、一方、ブラックフェイスはより異国風の見かけに誇張した。アフリカ系アメリカ人のブラックフェイスプロダクションも自己風刺による動景やコメディを含んでいた。アフリカ系アメリカ人が舞台に立ち始めた頃、黒人は肌の色の濃淡に関わらずブラックフェイスを ほどこしていた。1860年代、一時的に、有色人種の劇団はこの監修を破り、コメディ思考のコルクで戦をするように抑圧されていたが、他のパフォーマーたちはその色調の多様性で、コメンテーターたちを驚かせた。この頃もまだ、ブラックフェイスのステレオタイプで演じられていた。黒人パフォーマーたちは、アフリカ系アメリカ人コミュニティでスターとなっていたが、 アフリカ系アメリカ人の上流階級からは無視あるいは非難されていた。1882年、中流階級のジェームズ・モンド・オトロッターは最低なカリカチュアとして軽蔑しつつ、黒人のミンストレルを非難する人も彼らのパフォーミングを見ればその高い音楽文化と簡単した態度を軟化すると語った。白人の観客と違い、黒人の観客はカリカチュアとして捉えており、 約50年後にマムズマブリーが登場するまで自分たちの文化を見るのを楽しんでいた。差別的ステレオタイプが増強されてきたにもかかわらず、ブラックフェイス・ミンストレルは実務的で黒人の多くがついていた単純労働に比べて生活に困らないほどの利益を得ることができた。人種差別の時代、アフリカ系アメリカ人、ミュージシャン、俳優、ダンサーによって、 黒塗りでの舞台出演は自分の才能を披露するほぼ唯一の機会であった。ミンストレル賞は南部以外で上演され人種差別を微妙にからかい白人社会と奴隷制度廃止論推進のダブルスタンダードとなっている。白人、黒人にかかわらずブラックフェイスのパフォーマンスにおいてブラックミュージック、ユーモア、ダンスの豊かさがアメリカや 外国の白人の観客に最初に受けていった。ブラックフェイス・ミンストレルがアメリカのショービジネスにおけるアフリカ系アメリカ人にとっての登竜門となった。黒人パフォーマーはブラックフェイスのパフォーマンスを白人に対する皮肉として利用していた。性的ダジャレが披露されることもあり白人の道徳主義者から嫌をされた。ボードビルの侮辱的な演目には微妙なメッセージが 込められていることもある。ボードビルの人気上昇に伴い、バハマ生まれの俳優及びコメディアンのバート・ウィリアムズは、フローレンツ・ジーグフェルド・ジュニアの唯一のアフリカ系、アメリカ人スターとなり、ジーグフェルド最高額の給料を獲得した。1909年、劇場所有者出演契約協会は、全員黒人によるボードビル巡業公演を組織し、ブラックフェイスは人気公演となった。 パフォーマーらは、給料が低く、タフ、オンブラックアクター略して、トビーと呼ばれていた。トバは、ティム・ムーアやジョニー・ハギンスなどを主役にし、パフォーマーは少なかったがとても良い生活を送れるように、し、トバは、よそと比べて、より魅力的な仕事を堅調に与えていた。白人、黒人にかかわらず、ブラックフェイスは何百人ものアーティストやエンターテイナーの多くが後に、 他の公演の仕事を見つけるための突破口となった。例えばヘイバリー・ヨーロピアン・ミンストレルの最も有名なスターの一人は後にグランド・オールド・マン・オブ・ザ・ニグロス・テージとして知られるようになるサム・ルーカスであった。1914年、ルーカスはハリエット・ビー・チャースト原作の映画アンクル・トムの小屋で主演した。1930年代初頭から1940年代終盤。 ニューヨークのハーレムにある著名なアポロシアターは、全米黒人地位工場協会からの抗議に関わらず、ほぼ全ての黒人パフォーマーがブラックフェイスを施し、唇を大きく白で塗り、スケッチコメディを行っていた。このコメディの中で、彼らはそのメイクがなければ裸のように感じると語った。ミンストレル賞は、当初の白人によるものから黒人パフォーマーによるものに移行していった。 黒人たちはその様式を用いて自分のものにしていった。黒人劇場からプロのパフォーマンスができていった。黒人によるミンストレルには白人たちにはない、バイタリティやユーモアを持ち合わせていたという意見もある。黒人ミンストレルのパフォーマーは自身をからかうだけでなく、根底では白人をからかっていた。ケイクウォークは白人パフォーマーの間では黒人のダンスを風刺したものであるが、 黒人民ストレルでは白人の生活習慣を風刺したものである。ダーキーは黒人を表す別称であり、日本語ではクロン語などと訳される。エンターテイメント界、児童文学、貯金箱やおもちゃ、様々なゲーム、カートゥーン、コミックストリップ、広告媒体、装飾品や衣類、絵はがき、楽譜。 飲食物のブランドやパッケージなど様々な媒体でダーキーとして動画、墨塗りの肌、大きな白、ピンク、または赤い唇、輝く白い歯が描かれるようになった。1895年、イギリスで自動書画家フローレンス・ケート・アップトンが描いたゴリウォーグが登場した。子供時代に過ごしたアメリカから持ってきたミンストレル人形であるぬいぐるみをモデルとしていた。ゴリー という愛称を持つ、彼は、漆黒の顔、野生的な縮れ毛、赤い唇など、典型的ミンストレルの様相をしていた。その後人形、おもちゃのティーセット、香水など様々な商品が製造され、イギリスからアメリカに逆輸入された。ゴリオングという言葉は、色黒外国人を表す別称、オグから来ているとされる。1870年代から1940年代まで、 楽譜の表紙にダーキーが描かれていたが、1950年代には消滅した。ブラックフェイスが描かれた買い物リスト1930年代から1940年代、アメリカのカートゥーンでは、ブラックフェイスのネタや他の人種や民族の風刺がしばしば描かれた。ブラックフェイスは、ミッキーマウスなどのキャラクターの発展への影響の一つとなった。 1933年ユナイテッドアーティスツは、ミッキーの脱線芝居は、アンクルトムの小屋をディズニーのキャラクターで演出された短編映画である。劇場ポスターでは、もともと黒い肌のミッキーだが、大きなオレンジ色の唇をし、縮れた白い頬ひげがあり、現在では、トレードマークとなっている白い手袋をしている。1922年、 評価ピカニニーフリーズの同伴広告のレプリカ1950年までにアメリカでは全米国人地位工場協会がアフリカ系アメリカ人の描かれ方などに注意を促すようになりブラックフェイスによるパフォーマンスや描写を中止に追い込むキャンペーンを大きく行った数十年の間ダーキーはアイスのピカニニーフリーズレストランチェーンのクーンチキンインニガーヘアタバコ ダーキー歯磨き粉などで見受けられた。アフリカ系アメリカ人公民権運動の成功により、アメリカ国内では、このような明白な差別的描写は終焉を迎え、ブラックフェイスはアメリカ人にとってのタブーとなった。1960年代初頭、日本ではダッコちゃん人形が大人気となった。ダッコちゃんは大きな赤い唇と草でできたスカートを、 入った黒人の子供を模した人形であった。男の子と女の子の人形があり、女の子はリボンをつけていた。人形の黒い肌は、ジャズの人気の上昇から選定されたものとされる。小説家、河野のりは、私たちのような若い世代は、政治や社会から阻害されている。ニグロのように私たちは、抑圧、無理解に長い間さらされ、私たちは彼らと同様に感じていると語った。 長い間、ブラックフェイス及びダーキーの描写は、アールデコやジャズエイジと関連して、芸術的、様式的デバイスとなっていた。1950年代及び1960年代までに、特にヨーロッパでは、非常に寛大で、ブラックフェイスは、芸術家たちの間で、風変わりで、キャンプな表現法の一種となっていた。イギリスでは、ブラックフェイスの登場する、 ザ・ブラック・ホワイト・ミンストレル賞が音楽バラエティ番組として人気があり、1978年まで続いた。曲の多くは、ミュージック・ホール、カントリーウエスタン、伝統的フォークソングから選曲されていた。また、ブラック・フェイスは、グレイス・ジョーンズのスレーブ・ツー・ザ・リズム、カルチャー・クラブの Do You Really Want To Heart Me、タコのプッチン。 オンザリッツなどのミュージックビデオに登場した。公益の発展や海外旅行の一般化によりさらなる文化の融合が起こり、ブラックフェイスに関する異なる問題が引き起こされた。近現代においても日本ではダーキーの描写は人気であるが、1990年代、サンリオがピンクの厚い唇、耳に輪をしたダーキーのビビンバの人形を発表した際議論を、 引き起こし製造中止となった。スペインのラカサシャノカシコンギートスのキャラクターは、ずんぐりした小さな茶色のキャラクターであったが、厚や赤い唇をしていた。イギリスのゴリワオグのキャラクターであるゴーリーは、100年近く、ジェームズ・ロバートソンサンズのジャムのキャラクターであったが、2001年、使用中止となった。しかし商品、展示、そして子供に、 人気のキャラクターとしての存続を禁止すべきなのかという議論はまだ続いている。フランスではココアのバナニアでまだ大きな赤い唇をした黒人少年がキャラクターとして使用されている。現代においても世界中でブラックフェイスは商品や広告などで使用されている。デジタルメディアでは実際に顔を黒く塗ることがなくとも黒人のようなキャラクターが登場することがある。 1999年、アダム・クレイトン・パウエル3世は、ビデオゲームの黒人登場人物のステレオタイプでの描かれ方に言及する、ハイテクブラックフェイスという言葉を作った。デイビッド・レナードは、バーチャルリアリティのスポーツゲームにおいて、体力、運動能力、パワーなどにおける、ステレオタイプの黒人になりたいと思うものだと語った。レナードの論拠は、スポーツゲームのプレイヤーは、 黒人アバターをコントロールすることにより、アイデンティティツーリズムをすることができることであるとした。フィリップスとリードはこのタイプのブラックフェイスは、白人が黒人役を単に演じるだけでなく、差別的観客を喜ばせるよう誇張した演技している。その黒さによって、白人至上主義を明白に強要していると語った。ソーシャルメディアは、ブラックフェイスを容易に拡散することができる。 2016年、スナップチャルットにおいて撮影者自身の顔に、ボブ・マーリーのフィルターを重ねるとダークな肌色、ドレッドロックス、ニット帽が表示されるようになった。全米の大学生が、自身のブラックフェイスの画像を共有したこととともに、大規模な騒動に発展した。20世紀1936年、オーソン・ウェルズのブール・ー・マクベス巡業公演の主役モーリス・エリスが、 病気により降板したとき、ウェルズが急遽大役を務め、ブラックフェイスで演じた。人種の境界及び肌の色による差別がある。アメリカ文化は二人の白人男性による、ブラックフェイスの人気デュオであるアモスアンディによって、実証された。1929年の公演中、ブラックフェイスを辞めたが、黒人なまりのままであった。20世紀初頭から南北戦争前までに、 人種の境界のあるパフォーマンスは確立された。20世紀初頭、ニューオーリンズで毎年行われるマルディグラのパレードにおいて、アフリカ系アメリカ人労働者たちがトランプスというグループを結成して、方々の格好で行進した。目立たせるため、ズールーと改名し、地元のブラックジャズクラブやキャバレーで演じられる、ブラックフェイスボードビルの衣装を真似た。その結果レックスパレードとして、 マルディグラで最も知られ最も目立ったクルーの一つとなった。草のスカート、シルクハット、誇張したブラックフェイスを施し、ニューオーリンズのズールは人気と共に議論を巻き起こしている。ブラックフェイスの化粧はペンシルベニア州フィラデルフィアで毎年行われるママーズパレードの伝統の一つともなっていた。人権団体や黒人コミュニティからの抗議が増大していき、 1964年、ブラックフェイスは公式に禁止となった。ブラックフェイスの禁止にもかかわらず、2016年のパレードでもメキシコ人を表すためにブラウンフェイスが施され、人権団体から抗議された。1964年、コネチカット州のオフォークで、マーチ・オブ・ダイムズの資金集めイベントで、 伝統的に学生たちによるミンストレル賞が行われていたが廃止に追い込まれた。1980年、リチャード・エルフマン監督、バンドのオインゴ・ボインゴ主演によるアンダーグラウンド映画、ホービデンゾーンが公開され、ブラックフェイスが使用されていることで議論が起こった。1988年、元入りのイシュー会議員、共和党院内総務、ボブ・マイケルは、 USA Today テレビ版において若い頃ミンストレルショーに出演したことを後悔していると語り話題になった。1993年白人俳優テッド・ダンソンがニューヨークにあるフライヤーズ・クラブにブラックフェイスで登場し当時恋人であったアフリカ系アメリカ人コメディ女優ウーピー・ゴールドバーグが書いたネタを披露して大問題となった。白人で 同性愛者のパフォーマーのチャック・ニップは、自身が出演するキャバレーで白人のみの観客の前で、異性層、ブラックフェイスの、シャーリー・キュー・リカーというキャラクターを演じ、人種的風刺を披露していた。ニップの悪質なステレオタイプのキャラクターは批判され、黒人、同性愛者や、トランスジェンダーの活動家からデモ活動をされた。2000年、ブラックフェイスよびミンストレルは、スパイクリーの映画、 バンブゼルドのテーマとなった。黒人のテレビ局重役は、不満を溜め込み解雇されるためにわざと、ブラックフェイスを施すが、思惑とは逆の方向に向かい恐れる。21世紀ニューヨークを拠点とする、メトロポリタンオペラは、オセロを演じる気はブラックフェイスを施していた。ダークな色の舞台化粧は、ブラックフェイスというほどではないという主張もあったが2015年で、廃止した。 白人大学生らが、ブラックフェイスを施し議論となっている。毎年ハロウィンの頃にエスカレートし、ステレオタイプを描写する。ポケットモンスターのキャラクターであるルージュラの当初のデザインは、ブラックフェイスのカリカチュアと似ているとして、議論を巻き起こした。異行肌の色は紫色に変更された。2005年11月、黒人ジャーナリストのスティーブ・ギリアードが、 自身のブログに写真を掲載したことから議論が紛失した。当時アメリカ合衆国上院議員候補者であった、アフリカ系アメリカ人の政治家、マイケル・スティールの画像であった。縮れた白い眉毛、大きな赤い唇に加工されていた。黒人なまりで、私はただの参謀だけど、大きなハウスに立候補するとの注釈がついていた。ギリアードは政治的保守派と、 自己弁護士、スティールは彼らの味方になるのを拒否すると語った。2008年、ベネズエラと日本の流れを組む白人コメディアンのフレッド・アーミセンは人気テレビ番組、サタデーナイトライブでバラク・オバマの真似をし、議論を巻き起こした。ガーディアン・ガの記者は番組になぜ黒人俳優を雇わなかったのか、公開質問し、番組は 当時黒人メンバーは一人しかいなかったためと答えた。2010年11月、テレビ番組、It's Always Sunny in Fila Delphia のエピソード、D.Raynor's シェーピングアメリカズユースでコミカルにまるで、ブラックフェイスが正しいことであるかのように表現された。登場人物の一人が1965年の、オセロのローレンス・オリビエのブラックフェイスでの演技は、差別的ではなかったと語った。 このエピソードの中で映画リーサルウェポンのファンであるとして登場人物がブラックフェイスで出演した。第9シーズンのエピソードザニャングメイクリーサルウェポン6で登場人物が再度ブラックフェイスで登場した。2012年ポップチップスのコマーシャルで白人俳優アシュトン・カッチャーがブラウンフェイスでインド人のステレオタイプを演じ議論を巻き起こし、 人種差別であるという批判を受けてこのコマーシャルは中止となった。2013年10月、女優ジュリアン・ハフはハロウィンで、オレンジ・イズ・ニュー・ブラックのクレイジー・アイズに仮装し、ブラック・フェイスを施して批判の対象となった。その後ハフは謝罪し、ツイッターで、私の衣上が人々を傷つけ攻撃してしまったことを認め、心から謝罪しますと記した。作家ビクトリア・ホイトは、 自身の小説、セーブ・ザ・パールズ、レビー・リング・エデンの広告で、ブラックフェイスが使用されたことに抗議した。アメリカ内外で、食器、石鹸、おもちゃから、室内装飾品、T シャツなどの商品に至るまで、ダーキーのキャラクターが描かれ続けている。その一部は、歴史的な文化的工芸品とされているが、それ以外は、いわゆる、 ファンタジーと呼ばれ近年新たにデザイン及び製造され市場に出回っている。アメリカでこのような商品はオリジナルのダーキーのキャラクターと共に日地市場で繁盛している。1970年代からニグロビリアのヴィンテージとしての価値はどんどん上がってきている。テレビドラママットメンの登場人物ロジャースターリングは第3シーズンのエピソードマイオールドケンタッキーホームで ブラックフェイスで登場した。2008年の映画、トロピックサンダー、史上最低の作戦の中で、俳優ロバート・ダウニー・ジュニアが、ブラックフェイスで、風刺的なオーストラリア俳優役を演じた。日本のヒップホップでは、ブラックフェイスは、黒塗りなどと呼ばれ、ヒップホッパーのサブカルチャーは、ブラパンスタイルとされている。文化的に差別的流れになっているにもかかわらず、日本では、 ブラックフェイスはヒップホップの流行の証となった。日本のヒップホップファンの一部はこれを決まりは悪く感じている。しかしブラックフェイスをしてきたものはそのスタイルを変えるべきではないと感じている。差別的様相ではあるが、日本の多くの若者たちはヒップホップの文化はこういうものだと思っている。日本ではブラックフェイスは表面的な文化に対する。 反逆者として見られる向きもある。ブラックフェイスはヒップホップ以外でも問題が残されている。日本のリズムブルースグループのラッツスターはブラックフェイスで登場することで知られている。2015年3月、フジテレビジョンは音楽番組でラッツスターと桃色クローバー Z がブラックフェイスで登場することを計画した。収録後、 ラッツスターのメンバーの一人が画像をオンラインに掲載し、ブラックフェイスでの出演場面の放送に反対するキャンペーンが起こった。3月7日に番組が放送されたが状況を考慮した結果編集でこのシーンはカットされた。しかしこの講義内容には触れられなかった。ファッションの領域では90年代中盤より主に10代から20代の女性の間で流行した。 ガングロメイクが問題提起されている。黒塗りメイクは日本における差別に対する認識の低さによって問題にならずに済んだものであるとの批判もある。2017年12月31日から翌年1月1日にかけて日本テレビ系列で放送されたバラエティ番組ダウンタウンのガキの使いやらへんで、の企画絶対に笑ってはいけないアメリカンポリス24時 において、出演者の浜田雅都氏が、黒人俳優のエディマーフィに扮するため顔に黒塗りを施して登場した。これについて、放送直後から外国人視聴者を中心に、批判意見が相次いだほか、BBC やニューヨークタイムズなどの海外大手メディアもこの問題を取り上げ、人種差別的である、文化的配慮が足りないとの意見と番組内容を、 擁護する意見の双方を紹介した。この騒動について取材した番組、ケヤキヒルズに対し、日本テレビは差別する意図は一切ありませんとし、様々なご意見があることは承知しており、今後の番組作りの参考にさせていただきますと回答している。なお、同年1月5日に放送された同番組内においても浜田が黒塗りをしたシーンが再び用いられた。 ありがとうございます。